よし、やっていくぞ。焼きつく実況、清宮シリーズのパート、いくらかは忘れましたが、いや、数えりゃわかるんだ。数えりゃ、パート、23かな。パート23です。どうももう23ですってよ。すごい久しぶりに、やっと久しぶりにこの焼きつくができるという、そういう状況になっております。すごいね、久しぶりですね。すごいすごい言い過ぎ。いやー、もう触りたかったけど、触るのをぐっとこらえ、ぐっとこらえ、まあね、甲子園とかも始まっております。プロ野球の方もね、広島にマジックが点灯するだかなんだかいう感じで、だいぶ終盤に差し掛かっておりますが、この焼きつくシリーズ、今年の1月ぐらいから始めて、まだパート23で、まだまだ終わりが見えてきてはいない。もったらもったらやっておりますね。まあ、追っていってると遅えなって思うけど、一息で見るとまあまあ見れるみたいな感じになっとるんじゃないかなと個人的には思っております。いっぺんに見るとね、まあまあ見える。いやー、野口いいな。こうして見ると金子誠とかがね、シッシーでいい感じに育ってますよね。いい感じに育ってますよね、ますよね。田中健介がね、コーナーがもうちょっとなんだよな。ういうい、特にやることなしというか、経営の方は前回の動画撮ったのがもうずいぶん昔だからさ、昔っていうか数週間前だからさ、もう覚えてないんだよね。ちゃんとこの経営のグッズをあれしたか開発、あ、ちゃんとやってますね。これはさてはちゃんとやってるな。一番 上向き矢印の状態のやつだけ売り出しているか。そうでもなくない、ちゃんとやってないやないか。ちゃんとなってないやないかい。これどっけ。2億3000万円もあるな。お金のスケールが大きいぜ。2億3000万あったら何がしたいだろうか。ちょっと球場設備がね、直してもいいぐらいだな。スタジアム、修理。17試合大丈夫でしょう。増築4億なんて金は持っていない。練習設備で芝生を直した方がいいかなと。30数試合になってなかった。あ、見えないか、この画面では。まあ8月だしね、直しとこう。芝生の張り替えを盛んにしている。あとはもういいね、見ていきましょう。まだ1位を首位をキープして8月ターンにしている。オールスターも終わり、8月ターンしている。トヨタ先発、トヨこの大谷大丈夫かな。打線はいいよね、正直。打線はいいよね。ほぼ3割打者が5番と5番まで続く、この打線。しかし、ミラバルで負け。これひどくないか。トヨタがこうで、ミラバルがバーンと爆発して、おい投手手席見せてみろ、ミラバル、おい、こら、はは、54、ガンちゃんかな。関根様、お願いします。これは攻められないな。また一郎、7回
よくあの4回投げてんだもんな。ちょっと監督悪いな、これは。3連敗じゃん、3連敗じゃん。これは打たれるな、ちょっとどうしようもないな。あ、でもよかった、近鉄が3連敗してる。今回は気合は入っているものの、サクサクっとね、サクサクっと試合を見ていきます。試合は、試合っていうか、あの展開は進まない。おろ、そうか、お気楽スポーツか。あー、残り試合数考えて、近鉄が3連覇したんだよな、今趣味連勝ったけど。巨人が独走体制、セリーグ巨人か、巨人が上がってくんのか。ジオグランドの様子を見て2つ試合してかな。ライオンズだったら飛ばそう。毎回なんか、毎回ライオンズのとの試合ばかり見ているから。まあすぐにこう、どうこうとはならないんだよな。 じわりじわりと上がっていくものだから。オファントって選球眼 B だったっけ。小笠原が AB とかになったらもう手がつけられないんだけど。よし行こう、よし行こう、勝ちに行こう、勝ちに行くよー。てれてれてれてて、近鉄か、いいですね。近鉄の試合を楽しみましょうか。豊田機能したね。ここ近鉄に3連勝すると大きいぞ。清宮のスリーランが飛び出して、山村か。山村ちょっと負けてもいいな、勝てる気はあんまりしないな。完璧に抑えられている。5安打。ほぼノーチャンだな。ここだけ、ここぐらい。山村に完封か。さすがにお強い。そしてガンちゃん。ここ絶対勝たな。絶対勝たないかんな。近鉄との3連戦。ここで一つ勝って突き放せれば大きい。ピッチャー岡本明。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は野口、清宮、金子誠、小笠原、奈良原、稲葉、新庄、坪井というオーダー、スタメンでございます。スターティングラインナップでございます。さあ岩本、初回の立ち上がり、まず武藤を軽く三振に抑え、大村直之、ここも三振、2者連続三振からの3番ローズ、パフィーローズ、3者連続三振だったね、山本、素晴らしい。問題はここからだな。坪井いいね、いいね、坪井が。清宮すごいな、新人だぜ、ルーキーだぜ。この焼き付く台においてこんなにルーキーが活躍していいんか。3割19本68だと1投。これは伸びすぎか、落ちる、走れ、よし、テキサスヒット。この1点大きいね。キャッチャー的山だから走らせてもしょうがないけど、おバンド、これもいいんじゃないか。落ちるで、金子誠。ここがな、前半戦まではここはブランデンだったんだけど6番金子誠に、しかし金子誠も打つせい DH 金中村のりひろか、のりさんか。
うほう、おほう、もう見ておられ、いや、しっかり押さえてもらおう。ねじ伏せろ、裏切り者の加藤からさ。むしろ裏切ってるのは俺なんだろう、こっちだね、オーナー、フジハムサイドなんだけど、片岡は変えないという。いや、もうこれ打たせるだろう、よしようか。いや、バントシフトだ、うまい、サードサードサード、よし、おーい、高校野球のような野球をしている。ねじ伏せろ、平下ごときねじ伏せろ、打率2割13厘。平下って一時期阪神にいたよね。え、ロッテか、ちょっと怪しいけど、ね、新庄の肩、いやー、ツアウト満塁だ。水口、ねじ伏せろ、打率2割の打者に。そうよ、そらそうよ、そらそうよ、打率2割の打者をこの岩本を打てるなどと。バントバント、全然バント、1割が16、ファールファールファール、もう一回バント、まだまだバント、いや、いいバントでしょ、これはいいバントでしょ。えい、あの後の三塁、高校野球ばりのね、ナイスメイデンばりの、よく野球界隈でナイスメイデンっていう言葉があって、このメイデンが何か随分分からなくて、アイアンメイデンとなんかかかってんのかなと思って、鋼鉄の処女だかなんだかいう、あの拷問器具だ、このなんだろう、こういう感じの入れ物の中に入れられたら、全部がこう針みたいなのでグサッとする。アイアンメイデンとなんかナイスメイデンってかかってるのかなと、違うと愛工大メイデンとかかってるのね。愛工大メイデン、バント成功するとナイスメイデンって言うからさ、ナイメイとかやってからさ、メイデンがね、ほんと愛工大メイデンとかかってるなんて分かんないよな。その愛工大メイデンとかってなかなか先に出てないよな。お、いいんじゃないこれは。ダメか。三塁まで進めてもなかなかですね。武藤のノーアウトからのランナー出して。厳しいぞ。ねじ伏せるとしか言えない。で、ローズは敬遠だ、これ。裏切り者の片岡を高年俸ゆえに手放した片岡。嘘だ、今日の試合片岡にすごく打たれてるな。どうしようか、帝京魂、よし、おお、走ってみるか、坪井が 3番に座ってるおかげで清宮が得点圏で打席に立てる、そしてフライが上がった。フライは上げちゃいかんよ、フライは、フライボール革命があったとしてもな、内野フライはいいんだし。なんかね、本場大リーグの方じゃフライボール革命なんだっつってね、あの打球の来た球の真正面でこう球が来て、これが球だとしたら、この真正面で芯で土芯で捉えるんじゃなくて、ちょっと下の方をこすってもいいから、球の下の方を打って、フライを上げることによって長打が増えるだとか、一番その当たった時に一番この飛ぶ位置、放物線の軌道を計算して一番いい位置に当てるのがうまい打者を こそがいいみたいな、フライボール革命だな、そういうのがあるらしいです。
つまりうちのチームもフライボールを打ち上げる方が得点が伸びると、うん、この時代の野球観でいくとやっぱり一番重要視されるのはあの打率なんだけど、打者のね、まあ、イチローもいるぐらいだし、いやもうあの打率なんだけども野球というものそのものは時代が進化して時代が経って評価される仕様が変わったとしても やってる野球は変わらないわけだから、いいえ稲葉にバントさせればよかった。だからこの2000年代ぐらいのゲームをやってる中でフライボール理論とか、あとはまた牽制、あれなんだっけあれなんだっけ、まあ、とにかくそのデータを使った野球、この当時 ID 野球なんだかんだ野村がね、野村さんがね言ってたけど、その先取りしたよし言ってんだ、先取りした長打を打てる打者ばかりを集めて、そんなチーム編成したら勝てるんじゃないだろうかね。マネーボールみたいなやり方をしてもいいよ。出塁率だけで選手をこう集めていって、前から順番に出塁率出しちゃったら、そういうことをしてもいいのかもしれない。七原、バントでもいいよ。いや、進塁だ、OK。さあ、先頭バッター、新庄に回ります。打率に3割7分。いやー、きついな。ちょっとローズ打つんじゃないの、怖いよ怖いよ。よし、この回はいける。先頭バッターを抑えたらこの回はいける。だからこの当時の野球ではない野球をすることによって勝てないだろうかな。坪井の打席を見て、いやヒットですね、ヒットですね。坪井いいね、坪井めちゃくちゃいいね。よしよしよし、ノーアウト二塁三塁、清宮長打を狙わせよう。ここで長打を狙わさずして、長打を見よう、長打を長打、ファールだろファールだろ、おお危ねえ、ツーストライク追い込まれて、4球目は高め、外角高めにストレートボール、5球目ストレートど真ん中、なんでそれが打てんのじゃ、落ちるかな、落ちた、よしよし、金子誠20盗塁か、総力 C なんだな、 C のやつを走らせてんだな。C でも盗塁できちゃう。いやいやいや、いかなくても別に、いやーセーフか、セーフ、危なっ、5番道の足だぞ。稲葉打ってほしいな、期待できん、もう期待できん。さあまあ岩本5回まで投げたな、ガンちゃん
あと。どうして思い出せんみたいな、さっきから。なんだっけ、あの野球理論が出てこない。ウェーバーじゃなくて、なんだっけかな、なんだっけかな。ほほ勝ちました。もう勝ちましたね、これは。ちょっと調べよう。あの言葉が出てこない。ちょっと地方かもしれない。半分地方入ってる。あれよ、あの鳩山とかがなんかこう、鳩山元総理とか論文とかで、卒論とかで研究したとか、あれよ。あれが出てこない。あれが数学的に野球をあれするやつ出てこない セイバーマトリックスって言いたかったんですよ。出てこなかったですね。セイバーマトリックスが出てこなかったですね。走らせたいんだけどファーストの守備ができるのが、いや、いや、まあいいか、別に一つ盗塁をあれしたところで、ね、走らせてみますか。走力 C の清宮を、いや、ダメか。さすがにダメか。舐めすぎか。変える？完投させる？あ、9対1の試合だからね。別に、そんなに。打ちました。奈良原。一塁へ送球。的山。ここまで3打数2安打。すごい今回もまったりもったり試合しとるわ、試合をその動画を見とるわけではないんだけど、もう20分だね。試合一試合見ると長いね。急いでないけどゆっくりやってたつもりもないんだけどな。さあ残り最後のランタン、最後の打者水口で終わるということはトータルで9人ランナー出したってことだな。水口に4打席目が回るということだな。レフト、セカンド、レフトってさ、セカンドゴロに倒れました。いや、1失点完投だぞ。岩本いいね。こんなにいい投手だったとは。マイドとかってね言ってる、あのお茶漬けた解説者がこんなにいい投手だったんですね。三振数少ないな。よし、8月に入ってまだ2位に4ゲーム差つけてるし、首位だし、本当にうまくいきゃこれは優勝あるぞ。1年目からカープで優勝シリーズは優勝できなかったのに、日ハムでなんとなく優勝してしまう、このままでは素晴らしい。逆転劇などないよ。こう見るとちょっと打点が物足りないな、寂しいな。ボーリ君85だった。一方セリーグでは松井秀喜が95本も打っているというのに、まあ、15勝して岩本がねいい位置にはいるけれども、15勝。三木陽次郎選手がスワローズを逆指名しました。逆指名制度の時代なんだな。小又とりあえずお疲れ。やるべきこと特にないな。よし、じゃあこんなとこだな。あれだけ選手の情報をランキングを
イチローがトップ、ホームランじゃボーリック、打点じゃボーリック、安打数で、あ、大沢が安打数でトップ、イチロー超えてんの、どういうこと。3割6分7厘のイチローよりも3割2分8厘の小笠原のヒットを打っている。これは一体、これは一体、これですね、これですね。つまりめっちゃフォアボール稼いでない。異次元だろこれ。一人異次元だろ。75四死球、ちょっとイチローらしくないな。イチローらしく、イチローはこんなにフォアボールを稼ぐバッターじゃない。これ野球の、野球つくのちょっとあれが間違えてない。本当にイチローをイチローらしくしたかったら、この選球眼をね、D ぐらいにしたらいいんだよ。選球眼 D ぐらいにして。そうすればヒット数は出るけれども、出塁率はそれぐらいって確かになってるな。盗塁は盗塁は、おお、小坂。結構うちも盗塁しとるなというイメージ持ってたけど、いやー、小坂か。勝てませんね。投手成績。なんか、奪三振が見たかったの、そう。いや、もっとはちょっと厳しいか、これ。177回投げて、86三振。岩本の投球回数、すごいな。被安打トップじゃない？お、被安打トップじゃん。被安打トップで、勝利数15勝。いや、何が違うんだ？球速か？松坂といって何が違うって言うんだ。長打分ぐらいは、じゃあな、球威分ぐらいは制球あるような気がするんだけどな。こんなに差がつくかな。ほぼ防御率が倍ぐらいだ。ちゅうことで、ちょっとまったり、後ろまったりでしたけど、こんな感じにしますかね。今日はここまでです。暑いんでね、暑いんで、皆さん、熱中症や、熱射病や、日焼けや、気をつけてください。8月第1回号でした。ほなまた。あ、セーブが全部行き切ってからほなまたでしょ。てっ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 て。遅い。この暑さでドリームキャストもちょっと参ってるかもしれない。それじゃあ、また見てね。ほなまた。